開式に先立ちまして、東日本大震災における多くの犠牲者に対し、1分間の黙祷を捧げたいと思います。皆様、ご起立ください。黙祷。お直りください。ただいまから平成26年度専属学園音楽大学大学院専属学園音楽大学並びに専属子ども短期大学の卒業式を挙行いたします。君が代斉唱。ご着席ください。式辞、学長坂大真也、卒業生一同起立。一同礼。着席。
卒業生、修了生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。また保護者の皆様におかれましても、今日の良き日を迎え、さぞお喜びのことと教職員を代表いたしましてお祝い申し上げます。震災から4年が経ちました。学部の皆さんはまさにあの年の4月に入学したのでした。恐怖と不安の中で、それでも仲間との絆を確認し合い、未来に希望を見出して迎えた入学式でありました。4年が経った今日、常磐自動車道の全線開通など明るいニュースも数多く伝えられますが、被災地の復興は思い通りにいかないことも多く、まだまだ厳しい道のりが続いています。さて本日は皆さんにとっても、またご家族にとっても誠におめでたい卒業式、修了式の日ですが、皆さんにとっての大学、短期大学での学生生活はいかがでしたでしょうか。皆さん一人一人にとってどういう意味を持つ歳月であったか、振り返ってみていかがだったでしょうか。日本社会は経済の先行きに少し明るい兆しが出てきたとはいうものの、世界に目を転じれば近隣諸国との関係やイスラム国への対応など難しい対応の迫られる困難な時代だということができます。そして格差の拡大や増大する社会保障費の問題など、多くの困難な課題を抱えている社会に、その社会に皆さんはこれから旅立っていきます。本日はその旅立ちの日となりますが、この節目の日に学園の見学の精神を踏まえ言葉を送ります。それは自立し奉仕の心を忘れずに、それぞれの目標に向かって絶えず挑戦し続けていってほしいということです。そしてもう一点、改めて音楽の素晴らしさ、音楽の持つ大きな力について申し上げたいと思います。まず自立、奉仕の心、そして挑戦です。日本人の国民性全国調査というものがあります。これは統計数理研究所という国の機関が終戦後の1953年から5年ごとに行っているもので、2013年の調査結果が昨年の10月に発表されました。新聞やテレビ等で大きく取り上げられましたが、特に目を引くところは、もう一度生まれ変わるとしたら日本に生まれてきたいか、それともよその国に生まれてきたいか、これを選んでもらったところ、日本に生まれてきたいと、これを選ぶ人が前回2008年の 77% から今回2013年は 83% へと上昇したというものです。なぜ日本になのか、日本人自身に対する評価の高まりにその理由があると考えられています。日本人の長所として、その挙げられた性質は勤勉、礼儀正しい、親切の3つが7割を超えました。他人の役に立とうとしているのか、自分のことだけに気を配っているのか、これを尋ねますと、他人の役にというのが今回初めて自分のことを上回りました。これは東日本大震災の体験を通じて改めて日本人の長所を認識したからだと分析されています。
被災者の救出にあたる自衛官、警察官、消防士、地元の人たち、救援物資を配る列に整然と並ぶ人々の姿、略奪行為の起きないコンビニエンスストア、子どもたちから老人まで、みんなで力を合わせ、がれきの撤去作業に取り組む姿、震災時の被災者の行動、姿は感動の渦を巻き起こし、世界中から大きな称賛の声が上がり、また多くの励ましの言葉が寄せられました。日本の国の素晴らしさ、そして日本人であることの素晴らしさを改めて認識したのだと思います。皆さんはいかがでしょうか。建学の精神である自立、奉仕、挑戦の心と姿勢で社会に旅立っていってほしいと願っています。それでは次に、音楽の素晴らしさ、音楽の持つ大きな力について考えてみましょう。古来、音楽、演劇、ダンス、このような集団で行う芸術は、もともと共同体維持のために神や祖先を祀ること、祭祀の中で行われてきた人類に不可欠の行事、習慣です。かつてはこれらの祭祀に参加することによって、若者たちは共同体維持のためのコミュニケーション能力を身につけてきました。しかし今、その地域共同体が壊れてしまい、多くの若者は学ぶ機会を失ってしまったと言われています。大学は地域共同体に代わってその役割を果たすべきだとの指摘があります。しかしながら、一方的に講義を受けるだけではなかなかこうした能力を身につけることはできません。でも皆さんはこの学校でしっかりと経験をし学んできました。音楽を学び、保育を学び、またそれらを通じて皆さんはいろいろなことを身につけてこられたと思います。例えば思い起こしてみてください。短大の皆さんはグリとグラ、ウィンドバンド、大工、ミュージカル、妖魂、大学の皆さんはオーケストラ、吹奏楽、合唱、アンサンブル、室内楽、演奏会実習、教職ピアノ、専属には共同、協力して働くという字を書きますが、その共同する場がたくさんありました。そこで皆さんは自らが進んで主体的に仲間とコミュニケーションを取りながら、協調性を持って多くの取り組みを行ってきました。人によっての濃淡は別としても、そこで皆さんは数多くのことを学んできたはずだということです。コツコツ練習する忍耐力、他者に耳を傾ける協調性、自分を表現する喜び、そして努力が報われる達成感、音楽には人を変える力があります。別の視点から音楽の力についてもう少し詳しくお話をさせていただきます。社会が大学の卒業生、短期大学の卒業生に何を期待しているのかということです。さまざまな議論がなされていますが、一言で言いますと、社会は大学生に対して社会人としての基礎的な力を身につけて社会に出てきてほしいということです。皆さん一人一人のこれからの進路はそれぞれ異なるでしょう。保育士、幼稚園教諭、中学高校の教員、音楽隊の隊員、音楽家、また企業や自治体に勤める人など様々でしょうが、いずれにしてもまず問われるのは、この社会人としての幅広い基礎力ということです。
専門の知識や技術を身につける、そしてそれを発揮していく、このことは当然大事なことです。しかしその知識や技術を生かすためにはまた別の力が必要となってまいります。これから皆さんが社会に出て、社会との関わり、人との関わりの中で、また生きていく上で重要な意味を持つ能力と言ってもよいと思います。人間力とかコンピテンシーとか、まあ、いろいろな言い方がされていますが、それは例えばコミュニケーション能力であり、課題解決力であり、対人関係能力であり、また困難に直面してもそれに打ち勝とうとする強い意志力であります。皆さんは学生生活において、教室の中だけではなく、さまざまな機会を通じて社会人としての基礎を備えてこられました。これから社会に出ていくことで、さらに皆さんの世界は広がっていくことと思います。これからも新鮮な経験に触れ、感動の中で学ぶことを積み重ねていってほしいと願っています。専属学園で学んだことにぜひ自信と誇りを持って進んでいってください。理想公演実行基金、若き学徒をして真の人生に目覚めさせ、さらに人間の天職を悟らせ、謙虚にして慈愛に満ちた心情、兼愛の徳を養い、気品高くかつ実行力に富む優位な人物を育成する、創立者前田若夫先生より引き継ぐ我々の思いです。これからももし諸君が困った時はいつでも帰ってきてください。我々がいます。皆様のこれからのご活躍を期待しお祈り申し上げます。本日はご卒業おめでとうございます。平成27年3月18日学長磐梯信也。卒業生一同起立。礼。着席。学域授与。大学院音楽研究科第14回修了生35名。代表大友美宇奈。授与者は河内義則大学院音楽研究科長です。修了生一同起立。礼。学域大友美宇奈、本学大学院音楽研究科器楽専攻の修士課程を修了したことを認め、修士の学位を授与する。平成27年3月31日専属学園音楽大学長磐梯信也。はい、おめでとうございます。一同礼。卒業証書学域授与。大学音楽学部音楽学科第45回卒業生351名。代表クォン・ジェーバオ。授与者は富岡和夫副学長です。
卒業生一同起立。礼。卒業証書各域クオン・ジェーバオ本学音楽学部音楽学科所定の課程を修めて本学を卒業したことを認め学士の学位を授与する。平成27年3月31日専属学園音楽大学学長坂田真也。おめでとう。一同礼。着席。修了証書授与。大学音楽専攻科第44回修了生2名代表北村翔子。授与者は加藤徹音楽専攻科長です。修了生一同起立。礼。修了証書北村翔子本学音楽専攻科所定の課程を修了したことを証する。平成27年3月31日専属学園音楽大学長坂田真也。一同礼。着席。卒業証書学域授与短期大学幼児教育保育科第49回卒業生282名代表小野里奈。授与者は落合貴文短期大学幼児教育保育課長です。卒業生一同起立。礼。卒業証書学域小野里奈本学幼児教育保育科所定の課程を修めて本学を卒業したことを認め短期大学士の学位を授与する。平成27年3月31日専属子ども短期大学長坂田真也。おめでとうございます。一同礼。着席。
これより各コースの首席卒業者をご紹介いたします。作曲コース、ワニカワアイ。音楽音響デザインコース、浜渦真希。ピアノコース、明円あかね。電子オルガンコース、田口直美。管楽器コース、笠原日向。弦楽器コース、武田杏奈。打楽器コース、蓮見志保。ジャズコース、佐世雄介。ロック&ポップスコース、坂本美咲。声楽コース、倉内健人。ミュージカルコース、常川愛理。首席学生による献花と決意表明、
今日私たちは専属学園への感謝の気持ちとしてこの花を捧げます。それぞれ別のコースを代表して集いますが、同じ専属学園の家族として私たちは一つです。スクールカラーのデルフィニウムは力強さ、素直さ、そして絆を象徴する花です。私たち卒業生は今日専属学園が与えてくださった教育と経験をもっていつまでも成長し、花開く未来を創造するために世界へと進んでいきます。それでは成績最優秀者に対する表彰を行います。短期大学幼児教育保育科最優秀賞、遠藤彩香。賞状、成績最優秀賞幼児教育保育科遠藤彩香。あなたは本学幼児教育保育科の課程において学業に励み、その成績が特に優秀であったのでこれを賞します。平成27年3月18日先祖子ども短期大学長坂田真也、おめでとうございます。合わせて副賞ですのでお渡しします。おめでとうございます。大学音楽学部音楽学科最優秀賞、明遠茜。賞状、成績最優秀賞音楽学部ピアノ明遠茜。あなたは本学音楽学部音楽学科の課程において学業に励み、その成績が特に優秀であったのでこれを賞します。平成27年3月18日専属学園音楽大学長坂田真也、おめでとう。大学院グランプリ特別演奏会グランプリ、大学院音楽研究科田村瑞希。
表彰状グランプリ田村瑞希殿、あなたは平成26年度専属学園音楽大学大学院グランプリ特別演奏会において当初の通り優秀な成績を収められましたので、これを称します。平成27年3月18日専属学園音楽大学長坂大真也、おめでとう。なお受賞者には副賞として研修支援のための奨学金が授与されます。社事大学卒業生代表加藤義樹、短期大学卒業生代表佐藤遥、社事、本日はこのような盛大な卒業式を挙行していただき、卒業生一同心より感謝申し上げます。私たちが無事学業を終え、この日を迎えることができましたことは、家族や身近にいてくださった方々の支え、そして何よりも学長先生をはじめ先生方の温かいご支援ご指導のおかげと感謝しております。4年前、私は将来は楽器で身を立てたいという目標を胸に専属学園音楽大学の管楽器コースへ入学いたしました。幼い頃から大好きだった音楽をようやく専門的に勉強できるということもあり、期待と不安でいっぱいでした。また私たちが入学した年は特別な年でもあり、今も多くの被災者の方が苦しい生活を余儀なくされている東日本大震災の発生した年でした。本学園では希望と絆、今私たちにできることというテーマのもと、音楽を通して私たちは何ができるかをそれぞれが深く考えました。入学式は厳粛な雰囲気の中執り行われ、式の冒頭で行われた黙祷では、亡くなった方々のご冥福をお祈りするとともに、今置かれている状況の中で音楽を学べることのありがたさ、音楽を通して何か人のためになることができるようにしっかりと勉強をしようと決意したのがつい昨日のことのようです。1年時には基礎固めのための勉強に打ち込み、2年3年時には1年時に学んだことの発展を学びました。合奏授業では世界的に活躍をされている指揮者の先生方や
国内の主要オーケストラに在籍されている先生方より直接的なご指導をいただき、非常に贅沢な時間を過ごすことができたと実感しております。4年次には大学での学びの集大成とすべく、より一層の演奏技術の向上を目指し勉学に励んでまいりました。そして専門実技のレッスンでは担当の先生より親身になってご指導いただきました。お褒めの言葉も厳しいお言葉もすべてが私にとっての励みになりました。この4年間を振り返ると、たくさんの思い出が次々に頭の中を駆け巡ります。本学の恵まれた環境の中、多くの仲間たちと朝早くから夜遅くまで練習に打ち込みました。大学生活の大半を練習に費やし、仲間と共に真剣に音楽について語り合いました。そして同じことを学ぶ者のみならず、時にはキャンパス内で違うことを学ぶ者同士が共同して一つの音楽を作り上げる経験も、さまざまな音楽を学ぶ学生が集まる本学園だからこそ実現できたことでした。その経験により、クラシックやジャズ、ロック、ポップスなどジャンルにとらわれることなく、それらの垣根を越えた音楽を作り上げていくことの喜びを実感することができました。学生生活においては楽しいことばかりではありませんでした。辛いこと、苦しいこと、つまずいてしまったことも多々ありました。学業の傍らでアルバイトも行っておりました。しかしそういった経験も決して無駄になることはなく、失敗してしまったことから学ぶことも多くありました。4年間で得た経験の一つ一つは、スティーブ・ジョブズがスタンフォード大学の卒業式で行ったスピーチの中にもある、先を見通して点をつなぐことはできない、振り返ってつなぐことしかできない、だから将来何らかの形で点がつながると信じなければならない、つまりこれらの一つ一つの経験は即座に役に立たないかもしれないが、将来的に一つ一つの点である経験がつながり線となって実を結ぶということ、このようなことに意識高く過ごしてきたことで、今胸を張ってこの大学を卒業できることをとても誇りに思います。卒業後は一人の音楽家として多くの人に感動を与えたい、それが私の一番の目標です。理想は高く大きく持ち、身近な事柄から実行し地道に歩む、これは専属学園の見学の精神であるように、私たちにとって本学園で得た大切な教えです。この教えを胸に、私たちはそれぞれの道を歩んでいきます。自分が得た経験はこの先の人生でことあるごとに生かされ、そして何よりもこの4年間でお世話になった多くの先生方や多くの仲間たちは一生の宝となることでしょう。最後になりますが、坂大伸也学長先生をはじめとした先生方、並びに教職員の皆様方、このような充実した学生生活を過ごせたことに改めて深く感謝申し上げます。そしてこれからの学園を盛り立ててくれる在校生の皆様のご活躍と、専属学園のなお一層のご発展をお祈り申し上げ謝辞といたします。平成27年3月18日、専属学園音楽大学音楽学部第45回卒業生代表、加藤芳樹。謝辞。春の柔らかな日差しに桜の開花が待たれる今日の良き日、私たち幼児教育保育科282名は
専属子ども短期大学の卒業式を迎えることができました。本日は私たちのためにこのような素晴らしい式を挙行していただきましたことを心より感謝申し上げます。2年前、私たちは初めてのスーツに袖を通し、この前田ホールに集いました。初めて歌う校歌や素晴らしい入学式に感動し、大きな希望と少しの不安を胸に短大生活をスタートさせました。わずか2年という短い期間ではありましたが、志を同じくする仲間と共に切磋琢磨し、勉学やさまざまな行事に取り組んだことは何事にも代えがたい貴重な経験となりました。私たち幼児教育保育課では、保育の世界への夢を抱き、幼稚園、保育所、福祉施設での実習を通して子どもたちとのさまざまな触れ合いを体験し、幼児理解を深め、保育の技術、そして心構えを学んできました。辛くくじけそうになることもありましたが、子どもたちの笑顔や共に学ぶ友人に支えられて最後までやり遂げることができました。またミュージカル、グリとグラ、ウィンドバンドなどのさまざまな活動を通して友人の輪が広がり、より一層短大生活が楽しいものとなりました。そして曲やストーリー、ダンス、衣装、大道具など一からみんなで考え、時にぶつかり合いながら作り上げることのできた洋コン、みんなで派手な髪型やお化粧をした本番では自然と笑顔があふれ、もっとみんなと一緒にいたいという気持ちが強くなりました。全身全霊をかけて取り組んできたそれらの学びは、私たちにとってかけがえのない大切な思い出です。専属子ども短期大学で過ごした日々はあっという間であり、もっと長くみんなと一緒に笑っていたかった、もっと先生方とお話がしたかったと卒業を迎えた今でも思っております。仲間がいたからどんなに辛い時も笑顔で頑張ることができました。みんなで過ごした時は宝物となり忘れることはないでしょう。そんな思いを胸に抱き、卒業を迎えた今、私たちは新たなる希望の道を上を向いて歩み出そうとしております。専属子ども短期大学で学んだことを誇りに思い、これからもより一層の努力を重ね前進していきたいと思います。理事長先生、学長先生をはじめとする諸先生方、並びに学園内のそれぞれの場面でお世話になりました職員の皆様、本当にありがとうございました。そしてどんな時にも味方でいてくれた両親、家族に対しても心から感謝いたします。ありがとうございました。最後に、専属学園のますますのご発展と皆様方のご健康をお祈りして謝辞とさせていただきます。平成27年3月18日専属子ども短期大学第49回卒業生代表、幼児教育保育課、佐藤遥香。卒業生一同起立。礼。着席。校歌斉唱。
全員ご起立ください。以上をもちまして、平成26年度専属学園音楽大学大学院、専属学園音楽大学、並びに専属子ども短期大学の卒業式を終了いたします。ご着席ください。この後引き続き卒業祝賀演奏が行われますが、準備の都合上卒業生の皆様は着席のままでお待ちください。ここで今後のスケジュールについてご連絡いたします。卒業祝賀演奏の終了後、各会場にて皆様へ卒業証書の授与がございます。速やかに指定された会場へと移動してください。なお、会場につきましてはポータルにてお知らせをしておりますが、舞台スクリーンでも会場のお知らせをしておりますので、各自確認をよろしくお願いいたします。卒業証書授与の後、カレッジセンター地下2階ミューズにて卒業パーティーを開催いたしますので、
ぜひご参加ください。それでは今しばらくお待ちください。
皆さん驚かれましたか？びっくりしましたか？専属学園では日本国内外の有名な演奏家の皆さん、そしてマエストロたちをお招きしていますが、ここではグリとグラも招かれるということなんですね。素晴らしいですね。さあ改めまして皆様、ご卒業おめでとうございます。先ほど学長先生のお話にもありました、今日から社会人としての足取りがスタートします。おやですか？そんなことないですね。社会は皆さんを待っています。そして音楽で人々を勇気づけたり、素晴らしい音楽を届ける、その教えを今日まで続けられてきました。皆さんからステージ上のその今日までお導きくださいました先生方が見えますか？はい、手を振ってくださっていますね。さあ先生方による皆さんへの花向けの演奏、卒業祝賀演奏会に参りましょう。卒業式で教員の皆様、オーケストラ、そして合唱で皆さんのお祝いをいたしますのは平成15年度から恒例となっております。今年で12回目を迎えるんですね。演奏いたしますのはヘンデル作曲メサイアよりハレルヤ、続いてエルガー作曲行進曲威風堂々第1番です。演奏は専属学園音楽大学卒業祝賀合奏団、そして合唱団の皆さん、そして指揮をしてくださいますのは本学芸術監督、そして特別教授でもいらっしゃいます秋山和義先生です。Thank you.
Thank you.
し満たされて、あの家や仲間たちの愛に包まれて、風が吹き小崎は踊り、恵みの雨苦しみを流す、すべてが輝いて、帰れるは愛する我が家、そして今新しい人生を、ほら焦らずに、時間をかけてもう一度やり直すの恐れない、大人になるため、この世界滅びても行き先は分かってる、さまよったあの日々が私を変えたの、私は信じるこの目で見て感じたことだけを、また歩くのよ前を見つめ、自分のために進むの、
それではこれにて卒業祝賀演奏会は終了となります。辛いことがあったとき、そして喜ばしいことがあったときも、またぜひ専属学園に立ち寄ってください。そして皆様のさらなるご活躍で、この専属学園を盛り立てていただければと切に願っております。それでは皆様、ご卒業心からおめでとうございました。